イスラエルの政治家、国会議員、教育省を務め、現在は、同国のスポーツ、文化省、イスラエルハイファ出身、テルアビブ大学卒業、イスラエル国防軍所属時の階級は軍曹。1992年、リクードから初当選、後に首相となるアリエル・シャロンの側近となり、党内切手の強硬派として立ち回ると敵対者は主張する。 ユダヤ人入植地の拡大や、ヤセル・アラファート議長の追放。1985年に、米国に拘束されたジョナサン・ポラード元工作員の、釈放を強く主張。1993年9月11日に、オスロ合意が締結されると激しく、これに抗議した。1996年、ベンヤミン・ネタニアフが政権を掌握すると、通信省として初入閣。2001年、 エフード・バラック政権が死にたいとなると、自らが仕えていたシャロンが決起。リブナットは、積極的に、シャロンの支持獲得のため奔走する。2001年3月、シャロン政権が発足すると教育省として入閣する。2003年1月に、シャロンが再選を目指した際も、先頭に立って、シャロンを支えた。だが、2004年2月に、シャロンが、 ガザからの全入植地撤去を打ち出すと、賛否を問う、党員投票への呼びかけを拒否し、シャロンとの関係は一気に疎遠となる。リブナットは、党内の多数派工作を拒否し、閣議でも反対を繰り広げた。撤退には最後まで反対だったものの、ネタニヤフやウジランダウといったリクード内の反シャロン勢力とは一線を、隠し、当確運動に加わることはなかった。 シャロンが設立したカディー前の参加は拒否し、リクードに泊まり、2006年3月に行われた、総選挙では6度目の当選を果たした。また、シャロンらが、集団離党した際に、リクードの投資戦への出馬を試みるが、支持低迷で短期間で撤退している。ありがとうございます。